衝撃の提案、ビシエドの移籍は現実味を帯びてきた。高木豊が明かすトレードの舞台裏、移籍先は確定か、候補に挙げた3球団、プロ野球横浜ベイスターズ、日本ハムでプレー経験のある野球解説者、高木豊路65は、2024年6月11日に YouTube を更新し、今シーズンのトレードについて自身の予測を語った。高木氏が候補として挙げたのは、 中日の内野手ダヤンビシエド35であるビシエドは人気があると考えています今シーズンビシエドは中田翔内野手35の加入により出場機会が減っています現在までに15試合に出場し打率2091本塁打2打点となっています6月6日のセパ交流戦でソフトバンク戦で決勝点となる本塁打を打ちましたが 9日に出場選手登録を抹消されました中日は11日高橋周平内野手35一軍に昇格させました高木氏は今シーズンのトレード市場について自身の独自の見解を述べました今シーズンにおけるトレードが少ない理由はこれまで積極的だった日本ハムと中日が静かなのが原因です中日は良いスタートを切り日本ハムも好調ですから 選手を動かしたがらない傾向があります選手たちも成長しておりチーム内の競争も激しいため余剰選手があまりいないと考えられていますこの状況下で高木氏はビシエドの遺跡の可能性に触れましたビシエドは2016年から中日でプレーし打線の中心として活躍してきました2018年には打率348を記録し首位打者となりサイ安打のタイトルも獲得しました 2023年までの8年間で、通算打率288、138本塁打、547打点を挙げています。高木氏は、ビシエドは他の球団からも高く評価されていると思うと述べ、現在の出場機会の制限について言及しました。以前のような試合数はもらえないかもしれないと考えると、他の選手との交代も必要かなと感じるとの意見を示しました。 金銭によるトレードなら歓迎だと述べ、その方法について3つの球団を候補として挙げました。もし選手を出さずにお金を得ることができるなら、楽天や西武も興味を持つだろう。特に西武は若手育成に注力しており、その枠を大切にしている。トレードで獲得した選手は必ず活用しなければならないため、チーム建設が遅れることになる。現有の戦力を最大限に生かすことが肝心であり。 その中で来季を見据えて、この外国人だけは必要。というなら、ビシエドは最適だろう。さらに、ビシエドは、活躍できる選手と付け加え、こう続けました。ずっとレギュラーとしてプレーしてきたし、代打の役割にはまだ慣れていない部分もある。だからレギュラーとして出場できるところが一番いいと思う。オリックスも候補だ。オリックスは怪我人が多いから。 元気な選手だけでなく調子の悪い選手もいる。本当に打線がつながらないところがあり、その点でビシエドなどは役立つのではないかなと思う。カギ氏が指摘したトレード候補の3球団は、現在パ・リーグで不振に陥っており、11日時点で楽天が4位、オリックスが5位、西武が最下位に位置しています。ネット上のの反応ファンだけど このままではシーズン終了後に間違いなく自由契約になるだろう。年俸とパフォーマンスが合わないからだ。それにポジションの重複もあってチャンスは限られている。ビシエドを応援しているが、だからこそ必要としてくれるチームが現れれば、彼には新たな活躍の場を提供してほしいと思っている。2軍で好成績を収めていても、1軍では打率、209、1本塁打、2打点という成績しか残していない選手に、 現時点で3億5000万以上の価値があると思いますか中日のファンとしてはビシエドを残してほしい気持ちもありますが彼がまだ現役でプレーできるなら移籍も仕方ないとも思います。ただ客観的に見ても彼を獲得したがる球団がないと感じます。また候補として挙げられた球団ですがオリックスは主力選手の負傷が多すぎて少し違うと思います。楽天や西武は 今後のチーム形成において、日本ハムのように若手選手を育てる方針を目指していると考えますので、ベテラン選手は生理の対象になる可能性があります。その中で35歳のビシエドを獲得するでしょうか？ボリックスは少々微妙な状況ですね。実績面では比較にならないと言えますが、セデーニョのように若くてファンからの支持も厚い選手がいますので、彼らがいる。以上、ビシエドの必要性はあまり感じられないのかもしれません。 成績が上がらなくても、ラオウやトングーを頻繁に起用している中島さんは、即戦力の補強を必要としていないという印象です。また、ファーストや DH のポジションには選手が重複しており、その調整も必要ですね。中日、岩崎翔が国内 FA 権を取得、今は一つずつ試合に集中していくことが大事ですとコメント、中日の岩崎翔投手が12日、国内フリーエージェント。 FA 権を取得しましたホークス時代とドラゴンズでのリハビリを支えてくれた皆さんに感謝しますシーズン中なので今はまずは目の前の試合に全力で集中しますと述べました岩崎は2007年の高校生ドラフト1巡目でソフトバンク入団を果たしました17年には中継ぎとして72試合に登板し6勝3敗の成績で防御率199を記録し 最優秀中継ぎ賞に輝きました21年オフにソフトバンクから FA で中日へ移籍した又吉選手は人的保障として加入しました22年3月26日巨人戦東京ドームで移籍後初めてマウンドに上りましたが右肘の不調で離脱しましたその後同年9月に右肘内側側腹靭帯再建手術トミー・ジョン手術を受け 11月から育成リーグでリハビリを行ってきました移籍後の3年目今年の6月4日に一軍に登録され翌5日の古巣ソフトバンク戦福岡ドームで802日ぶりに一軍のマウンドに復帰し1イニングを1安打無失点で投げましたネット上の反応本人が一番わかっていることだと思いますが まずはシーズン終了までに中日での継続を望むほどの成績を残してほしいと思いますね。真面目な選手であることは、リハビリから再び150キロの速球を投げる姿を見れば、短期間でも明らかです。今シーズンもまだまだ登板の機会があるので、頑張ってほしいです。その後は本人の意向を尊重したいです。個人的には、谷本さんのようなポジションでまだまだ活躍してほしいですが、今シーズン。 どれだけ投げられるかが鍵ですね。圧倒的な成績を残せば、意外と引く手数が多いかもしれません。ただ、岩崎選手自身も怪我を支えて待ってくれた中日に恩返しをしたいと言っていますので、彼が残ってくれると思います。FA を考えるのは総計だという意見も多いですが、FA が近づいた選手を人的保障で獲得したのに、そういうのは的外れではありませんか。怪我のために取得が2年伸びただけですから。 移籍後初登板で試合を台無しにして故障者リスト入りするなんて、その後トミー・ジョン手術からの復帰も支援してもらって、すぐに FA で去るなんて、中日としては本当に情けないとしか言いようがありませんね。ホークスで頑張った分の権利は本人にありますが、これには笑うしかないですね。ぜひ、意見や感想をコメント欄にお寄せください。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。 ありがとうございました。